はいえー、皆様こんにちは日本マイクロソフトの岡崎です。 本日おそらくデイワンラストセッションですねこちらの方始めさせていただきたいと思います富士フ,フィルムシステムズ東北社長と語る AI を活用した開発とですね AI の人材の創出という形でまあ今後どういった形になっていくのかをですねと東北社長とお話をしていきたいかなというふうふに思っておりますじゃあですね早速東北社長の方にご登壇いただきたいと思います東北社長よろしくお願いいたします <music> はい、えっ、ー、とありがとうございます。あのじゃあぜひあの声あのあどうも。はい。えっとフジフシステムの豊久です。よろしくお願いいたします,すま。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ,あの早速ですねあのまああの自己紹介というところで、はい、もう少しあの豊久さんどういったことをやられてきてるか、ね、というところをご説明いただければなと思います。はい、せっかくなんでもうちょっとあ,あはい。早急い,いただきながらはい、よろしくお願いいたします。 はいえっ、ー、と皆さんこんにちはえっ、ー、とまずですねちょっと私のえっ、ー、と経歴というかねキャリアを少しご説明したいと思いますあの千九百八十九年にあの富士写真フィルムまあ当時写真についてましたけれどもまあここに入りまして私はあの開発をやりたいって言って会社に入りましてまあ最初本当にあの非、えー、言語とかですねえっ、ー、とアセンブラーを駆使しながらあの印刷の富士フィルムまあ売っていたまあ印刷用の機械のまああのエンジニアでした。 でまあ、あのそれ以降ずっと開発バによりまして2009年にドイツのです、ね、フジフィルムがの、えーまあ、ソフトウェア会社を買収をして、まあ、いわゆるベンチャーですよね。でそこに行きまして、えーまあ、あのマネジメントとして3年間いてで戻ってきて、えーまあ、ソフトウェアの、まあ、いわゆる開発というかフジ写真フィルム富士フ,フィルムの、まあ、いろんなプロダクトの開発を担っていたというところの後に。 えー、そのあとにフジフィルムのソフトウェアと、まあ、フジフィルムソフトウェアっていうあのいわゆる実装をやるところを、まあ、全部束ねてですねもう、えー、企画から実装まで全部一気数んやるんだっていうことで、えーフ,ジえー、フ,フジフィルムソフトウェアに参りまして、えー、そこでまああの社長になり、まあえー、とそこまではずっと製品開発やってました。で2021年からまあ現職ということで、まあ、業務システムのまあリードをしていくと、まあ、いったような経歴でございます。はい じゃあもう一貫してまあソフトウェア開発であったりとか、まあ、システム開発というところの。 プロフェッショナルという、まあプロフェッショナルとおいている、まあそんな形でな,なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、その視点で。まあ今後どうなっていく、かというところはぜひお話しいただければなというふうに思います。すね、じゃ、あの、早速ですね、あの、次はあの、富士フイフルム様がですね、どういったあの D. X. の方針とかビジョンで。まあ推進をされているのかも、そのあたりをですね、ぜひあの豊子さん、からお話しいただいてよろしいでしょうか。はい。じ、は、ゃ、い、ちょっとその前に、あの会社の位置づけがあるんで、少し説明させていただきます。はい、あの、富士フイルムシステムズはですね、あの、まあ。 富士フ,フィルムと富士フ,フィルムビジネスイノベーションまあ旧フィゼロックスですけれどもここの情報会社がですねえ統合して今はですね富士フ,フィルム全体のまあ業務 ITDX をまあ遂行するまあインテグレーション会社というふうに位置づけられております。はい、でえここから先は富士フ,フィルム全体としてはえとこれ2021年ですかね富士フ,フィルム全体としては DX ビジョンっていうのをあの掲げまして。 えまあ対外的にはこのイノベーティブなお客様体系の創出と社会課題の解決っていうことをまあ対外的にやっていきましょうと。でまあ社内的に言うとこの収益性の高い新たなビジネスモデルの創出とまあ飛躍的な生産性の向上ということでまあ大きくここに書いてあると4つの,まああのエリアがありまあ1つは製品サービスを DX していくんだまあ2つ目はこの業務 DX をしていくということとそれを支えるまあ人材 DX をやっていくと。 いうことと、まあそれを全体をこうまあインフラとしてを支えていくんだと。一応この四つのエリアでまあ DX を具体化して進めておりますと、はい、まあいうことです。で、えっ、ー、とまあ不時ですね。あの去年ぐらいですかね。えっ、ー、と DX のロードマップっていうことをですね、えっ、ー、と示させていただいております。まあゴールは二千三十年。あのまあよく世の中でも言われている SDGs のまあ。 ゴールですけども、まあ、今まではどちらかというと物,物を売ってきましたねということを、えー、まあリカーシーモデルにしていくとか、まあ、サブスクモデルにしていくみたいな変革をしていつつ、まあ、どんどんです、ね、あのアザーサービス化していこうということで、まあ、例えばあの医療で言えばあのインドにえっと健康診断 やるようなサービスをするところをフジフリのいろんなその設備をいながらインドの国民の方々に最新の医療で検診をしてもらって健康になっていただくみたいなそういうサービスをちょっとずつ今始めていますと最終的にはそれをやっぱりこう社会全体の経済システムうインパクトを与えるようなところまで発展させていこうじゃないかっていうことが基本的には今そういうロードマップで,ですね日々活動しているといったようなことでございます。 はいでえー、とちょっとこれ具体例の1個なんですけども今フジフィルムの中では、えー、と経営情報分析システムっていう、まあ、ワンデータって、まあ、これまあいくつかの会社さんにこういう取り組みされてますけども、まあ、弊社もですね、まあ、こういう取り組みをしてまいりまして2022年の5月、まあ、去年の5月ですね1年ぐらい前にこのワンデータというシステムを作り上げて稼働開始をしています。で何あってるかというとです、ねまあ、あの皆さんあの まあちょっとどこまでご存知かどうか分かりませんけども会社ってこう ERP 機関システムって今いくつか持っているんですけどもフジフィルの場合はまあいろんな会社を買収とかしているのでとにかくそのいろんな機関システムっていうのがこう各地域各社にあるといったようなところであのまあいろんなアプローチがあると思うんですけどもやっぱり ERP を全世界に統一するっていうふうなことを見旗に書かれて進められて 会社もございますし、まあ,あの弊社みたいに、まあ、あまりそこをこう今後もその買収売却を繰り返しながらこう変化していく会社であればあまりそこのレイヤーをいじるということよりはもう一個上に、えーまあ、データレイクソっていうかなあの、えー、そういうデータ基盤を作って分析基盤を作っていくっていうことで弊社の場合そちらのアプローチでですねあのいろんなそのデータを全部上流化して それをまあ今マイクロソフトさんのテクノロジーの上に乗っけてですね全社でグローバルオー,ルオールフジフィルムとしてまあ一つの指標でデータで一つの見方で経営あるいはその事業をオペレーションしていくとまあこういったような仕組みを構築をしてきましたというのが、はい、まあそういった意味では純粋な M&A とかが起こったとしてもまああのグローバルで経営がスピーディーできない形の仕組みを作っていくという,んうね、ところですね。 あ,りがとうあと素敵なアーキテクチャという形で <laughs>、ええ、あのかすやはりあの実は弊社はあの日常業務としては M36 を導入させていただいておりましてやはりこ,のこれとの親和性も含めたときにマイクロソフトさんのデータ基盤を連携していった方があの利便性というか、まあ、グローバリーと使い勝手がいいだろうということでマイクロソフトさんのプラットフォームを 選択をさせてていいいいいただいているという,ふうな状況でございますこの点線のパワービューであったりとかオープン AI マシンラーニングというところは、まあ、今後確かにまそうですね、はい、あのおっしゃるとおりであのようやくデータが一元的にグローバルにあの正規化できたのでここからどんどんそれを活用していくフェーズに入っていきますので。うん まずはそういうことかなっていうことと、この多分 Azure Purview はおそらくその今ファイナンシャルデータとかまあいわゆる財務系データが集まってるんですけれども、非財務系データも含めればそれをこう統合しながら事業オペレーションをこう最適化していくと思うので、まあだんだんそういうところもあのデータを幅を広げるという意味ではこういうところを期待しているというふうに考えています。なるほど。はい、はい。ありがとうございます。まあそうなってくるとやっぱデータが溜まっていて、まあその活用というところでいくと今の AI モーメンタムというところは、うん。 豊子さんとしてもワクワクされていま、はい、すか、ね。そうですね。はい、そう思います。はい、ありがとうございます。じゃあ,あのですね、そのワクワクしているという豊子さんにですね、はい、あのマイクロソフトビルドでのあのさまざまなあの50を超えるサービスが発表されたんですけども、うんうん、まあその中であのぜひまあいろいろなマイクロソフトの製造もご活用いただいている、まあ、あの富士フイルム様から見た場合にですね。 どういったテクノロジーがワクワクするのかどのあたりが逆にもっと活用していきたいかそのあたりをですねあの、うん、リアルな声をいただければなというふうに思います、はいはい、あのまず本当にこの生成 AI ってこうやっぱり今皆さん世の中でもかなりそのなんていうか大きな変革を呼ぶテクノロジーなんだろうなっていうふうに私自身もまず思っていますっていうこともありまず正直言うと一回全部試してみたいっていうのがあ正直どんどん作ってみたいうん、うん ただ多分今回のこの生成 AI の場合はどちらかというと我々もそううの昔はこう自分たちで AI をこう学習させて作っていくっていうこともあったんですけども、うん、今回はおそらくかなりの部分はマイクロソフトさんの作られたベースをものすごく活用させていただきながら、まあ、いろんなものを効率化していく、まあ、プラットフォームなんだろうなっていうふうにあ理解をしています。で、まあ、例えばここにある GitHub あコパイロットみたいに、まあ、あれですよね今までやったらこうマニュアルとかいろんなものを見ながら ソーースコードを書いていたのが、まあ、かなりあの世の中で言うとブラあのベストプラクティスなソースコードがまあどんどん支援その支援によってソースコードの生産性が多分まあ高まっていくんだろうなって思いますし今我々がやっているあの業務で言えば多分 M36 のコパイロット要はそのフジフィルグループ全体で見れば IT 屋さんなんて何パーセントなんだろうほぼほぼその人他の人たちはみんな素人なんですよね。で その人たちに向かってそのどうやって何ていうかなあのそういうツールを使いこなせて生産性を上げるんだっていった時には、まあ、おそらくこういったものはあのすごく有用でしょうし例えばそのサポートデスクにしても何にしてもですね、まあ、こういった技術っていうのは、まあ、おそらくかなり生きるだろうなと思う,思うのでおそらくそのマイクロソフトの作られた AI をベースに多分弊社固有のい,いろんなちょ,っとちょっとした知識をアドオンして。うん で、あの、いろんな業務を効率化していくみたいな、うん、まあ、そういったことがものすごく大きく期待をしていると。いうふうな状況ですか、ね。なるほど。はい。じゃ、お、もうかなりいろんなものに期待していただいていると,いところですかね。うんうん、まあ、じゃあ、あの、ちょっとは、あの、まず最初話題出た g ギットハブコーパイロットみたいなところでいくと。まあ、富岡さん、あの、実際にシステム開発も最初。 キャリアの最初やられていてもかなりエンジニアの姿勢もお持ちだと思うんですけどもそう見た場合にこういった自動でコードが生成されて本当にアプリケーションの開発のスピードも半分になるみたいなデータも出ているんですけどもそういったものを活用していくと開発のやり方とかも大きく変わろうっていうふうに感じられているのかというところと実際なんかもプロジェクトとかでご活用とか一部されてたりされるうん、うん、ちょっと一部こう着手は、ね、あのしていてで。 やっぱりその、まあ、多分開発者の皆さんってご存じのとおり本当にコンパイルすると信託性がバーッてくるみたいな話があると思うんですけどもやっぱりいろいろ調べ物しながらあの正しいソースコードを書くっていうのは、まあ、正直言えば何て言うかなあのものすごくやっぱ生産性を上げる点で言えばすごくこう役に立つ部分でしょうしやっぱりデベロッパーって。 なんていうかな本当にその重要なロジックとかあのいろんなそういうなんていうかな設計のところでやっぱり一番注力してほしい部分あるので考えた後の実装のところっていうのは、まあ、こういうツールを使うことでもう劇的に生産性が上がるっていうかある,あるいはその人間が本当に不可可視なるところに集中するっていう意味で言うと、まあ、これはすごく僕は有,有,有用なツールなのかなっていうふうに今は見てます。うんまあ、逆ににエンジニアの生産性だけじゃなくてやっぱ本当にやりたい まあところに時間を割くことによって、まあモチベーションアップみたいな、うんそ,うね、そういったところも大きいってところですか、ね。か、うん、だと思いますね。はい。うん、だしまあ、ちょっとしたくだらない、ね、あのソースコードのミスで。うん、なんか、あの。結構はまることってあると思うんですけど。うん <laughs> まあ、そうですよね。<laughs> まあ、そう結構ね。そう。はい、そう、そういうことがやっぱりなくなっていって、やりたいことがこう。サクサクできていくっていう。まあ、そういう環境がやっぱりできていくことはものすごく。 何かエンジニアを取ってみてもやりがいに通じるでしょうし、いい、いいことかなっていうふうに思います。うん、はい、で、最近多分コパイロット X なんかまで行くと、テストコードなんかも自動接させてくれるらしいので。そういったところって、多分、ね。いいですね。いいですよね。きっと。うん、いいですね。本当に、あの設計書を食べて、テストコード書いてほしいですね。はい <laughs>。それ、それ、そよこさん作っていただけます。 ええ、<laughs> それ俺の仕事じゃない。ああ<ー>、<laughs> じゃあ、ああ、あの要望として受けたので共同開発しましょうか。<laughs> はい、ぜ、は、ひ、い、はい、ありがとうございます。<laughs> そうですね。ただあのそういったことも、まあ実際ね、あの GPT4 なんかはマルチモーダル画像というところも、まあ、解析するようなすると、うん、まあそういったところまだ今できないですけども、設計書からそういったソースコードを自動生成するという使い感もまあ慣れていくような気がしますよね、うん。そのアプローチはね、昔からあるじゃないですか。その設計書からある程度ソースコードを落としていくっていう。まあただ やっぱりそこは結構まだ無理がある世界はあって、うんまあ、だんだんこういうもので何ていうかなあのそういう本当に人間の考えたことをソースコードに落とすあるいはテストするっていうところの効率化はやっぱり、まあ、ある種永遠の課題なのでどこまで本当にできるのかっていうのはまだ私もまだやってみないとわかんないも分がありますけどもどあ期待感はものすごいあ,ありますね。 実際にあの開発者だけではなくてやっぱり一般のユーザーの方々にいろんな業務を適用していくっいうところでいくとあの M365 コーパイロットみたいなものであったりとか Windows コーパイロットであったりとかあと,あと、Azure OpenAI なんかを活用して業務に組み込んでいくというところも関心があると言われてんですけどなんか具体的なケーストとかこんなことできたらいいなとか何か今、思いのことってあったりされますか、はいあのー 実際その我々あの本当に M365 を導入あるいはそのまあ本当にえっと多分富士フ,フィルム10万人ぐらいの人たちにパソコンを配りパソコンの使い方サポートだったり M365 の使い方のサポートって実際ヘルプデスクを持ってやってたりするんですけどもえまあそれはあの必ずしも社員ではなくあのいろんな業務委託も含めてやってますけどもやはりそこってこうなんていうかなあの ど,どうやってそういう,こう単純作業を早くなくしたいっていうことと多分そのユーザー目線で見るとわざわざ他人に聞いてなんかそれをまあ答えを待ってるってものすごくフレアスレートじゃないですかだから本当にこうリアルタイムで聞いてこれどう,やどうやってやればいいのって、まあ、本当に人に聞くような感覚で。 でそれがすぐ帰ってくるっていう環境であれば、まあ、我々の会社自身もそういうヘルプデスクをいてますけども、うん、まあそういう人員がいらなくなり、うん、逆にそういう人たちっていうのはもうちょっと付加価値の高い仕事にまあシフトしていただくっていうふうなことであるとものすごいコストインパクトを生むと思ってるんですよね。なのでそれ,それが僕は一つの可能性があるかなと思いますね。 ああれですかやっぱですすかかパイたりねあの実際に私あの MS ビルドの方の本社のイベントに行った時に一緒に行ってた方にですね何が印象的なサービスでしたかって聞くとあの私は AI スタジオって言ってもらうのをちょっとあの期待してたんですけども。 Windows c o p i l o です。結構皆さんから言われたんです。よね、でもまさしく豊久さんの言われたことを言われていて、うん、まあ結構そういったところで使えてない方多くいるし、うんうん、まあいろんな問い合わせあってそこが削減できるのってあのすごい期待感があるっていう、うん。いやそうですね。あの本当にそのさっきちょっと会社紹介しましたけど、だいたいうちの会社は500人ぐらいですと、富士フィルムで多分国内で4万人ぐらいいます。で4万人のうちどどこまで IT リテラシーの高い人いるんですかっていうと。 あんなななにたくくさんいなくないまり極論言うとはそんなことに関心がない,ないのでまあなんかちょっと困ったらすぐに問い合わせしてくると、うん、そうじゃなくてもそんなの,あの本当に w i n d o w s 4パイロットに聞けよという世界に早くすることがまあある種 IT をやってる部門の人から見れば何、えー、ていうかな、えー、とそういう苦行から解放されるし <laughs> <の>ユーザー部門から見れば。 機械に問い合わせすれば、まあ、すぐそれっぽい答えを返ってきて解決するというそういう世界観に早く持っていくことが僕はすごく IT 分もハッピーだしユーザー分もハッピーだしそういう世界観にしていくってことが重要だと思ってますのでその辺はやっぱりマイクロソフトさんもどんどん一緒になって磨いていければよいかなというふうに思っていいままますすかりましたありあがとうございますあ特にコーパイロットあれですよね優秀だけど文句言わないっていうのもいいですよね。 そうですね時間働いいいてくれまま、ね、<laughs> <laughs> はい、ありがとうございますでもあの実際にこういったソリューションとか出てくると、まあ、あの一般の方もそうですし、まあ、あのエンジニアの方もより多分これをった AI のテクノロジーを活用して自分たちの業務プロセスとか変えていくかってところが重要だと思うので最後ちょっとぜひ人材育成といったところでお話しさせてあければなというふうに思います。はい、であの実際ですねあの 最寄、まあ、りのチャット GPT に行ってですねうん、うん、今求められる AI 人材像をイラストにしてみてという形ビングの方で,ですねイメージを作ってくれるのでこんなねイメージを作ってみてこんな 人材イメージっていうですね。<laughs> この絵がいいのかどうかって皆さんのご判断に任しますけど出てきてですね。じゃあどんなスキルセットがいるのっていうと次のような結果が出てきます。あのこれはさっきの画像にあとあのテキストでどんなケーパビリティが必要ですかっていうのが出てきたものをマップした形になっております。まあ、こういった人材像が必要というところになるんですけどもあの。 改めてご質問になります。あの今後こういった A. I. がより加速していく中で。求められるまあ開発者賞であったりとか、どういった人材がまあ今後必要になるか、あのぜひ豊岡さんと視点で教えていただけますでしょうかうん、うん。はい。ありがとうございます。あの。まあ人材像ということで、まあここ今あの。六、七つぐらいの項目が載っていると思うんですけど、多分まあこの他もいろ含めると、まあいろいろ出てくると思うんですよね。で、あの、私思うのは、あの、なんていうかな。 一人のスーパーパマンって多分いないんですよねなので、えー、おそらく特にこう、まあ、今日も多分おそらく若い方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあコロナから2つぐらいピックアップして、えー、私はここの2つの領域であればまず,こうまずやってみるっていうこととそれなりにこうやっていくとこう自信がついていてあるエキスパートに社内になると。であのそれこそ野球とかサッカーじゃないですけど、まあ、大谷さん 選手って、ね、二刀流なんだけど逆に言うとでもキャャッチャーはでできないですよね、まあ、やってもいいんですけど <laughs> <の> <laughs> できるかもしれないそうチームとして勝てばよいのであり、えー、っとある個人が全てをや僕は別にいっぺんにやる必要は僕はないと思っていて、えー、その代わり、えー、ピッチャーならピッチャー、えーっとまあ、バッターはあのバッターでやっぱりそこをちゃんとその自分の役割っていうことを っていうのかな自分がこうそこでとんがるっていうところの場所をまず決めるっていうことがすごく重要かなと思っています。ですので,でそれがある程度達成できていたら、まあ、多分さっきの大谷さんもおそらくいろんなことができると思うので別にだからそれが一類あるべきかっていうと僕は別にそういう必要はなくチームとして一類であればよいというふうに思うので、まあ、そういう意味で一個一個ちゃんと確実に学んでいってほしいなということと。 害虫、まあ、に丸投げせずに自分でやるよということがものすごく重要なのでやっぱりこう自分でやっ,ぱやってみるっていう中で経験値を積んでいくでそういう中ですごい何て言うかな,あのな何をやっていけばいいんだろうかだんだんだんそういうふうになっていくでしょうし、まあ、そういうふうなことで、まあ、あの幅を広げていってほしいし、まあ、深さをある自分の,その得意な領域に関しては深めていってほしいな、まあ、こんなふうに思ってます。なるほど まあ実際にやっぱりここで言うと行動力にあるなるんですかね、まあ、実際に本当に触ってみてやってみることによって分かってくることもあるし、まあ、新しい AI の時代になってもまあ何が変わっていくのか新しいものにどんどんチャレンジしていきながらまあ逆にそこに専門性であったりとかいろんな深みを身につけていくそういったことが大事うそうですねおそらくそのこういう今回のそのシャートみたいなものって よりこう今までやっていた作業がなくなり本質的にじゃあ何やるんですかっていうところにフォーカスが当たっていくはずなんですよね。なので逆に言うとそうその例えばデータサイエンティストっていう言葉は別に AI があろうがなかろうがもともとありで多分データサイエンティストが今までやっていたなんかデータを準備するとか,なんかいろんいろなその準備作業とかあると思うんだけども最終的にはじゃな何をデータを分析しじゃそれがどういう。 ビジネス応用でできるんですかっていうところにだんだん本質的には行くんだけどもまあそういう意味で言うとこう今までく,く,くだらないと言っちゃいけないんだけどそういうんだろうな変な準備作業がなくなる,なくなるテクノロジーができたんだからまあさっさとそういうのものを早く覚え,えよりこう付加価値の高いということをこう視点に考えてもらえると良いのかなただ僕は別に下積みが全部いけないと思わないのでやっぱり半蔵しながらやるってことはすごく重要。 うん、差は残るんだろうううなというふうに思っていますだからやることが若干変わるのであり本質的なことは付加価値は何かということはそんなに大きくは変わらないのかなというふうに思っています。 そういった意味ではあれですかね。あの、まあ、そういった、こういったものを活用しながら、もっと付加価値だったりとか、本質的なことをやっていくっていうのは大事だけども。まあ、一方で、ちゃんとしっかりとものを理解して、理屈を理解する、まあ、試してみて、ちゃんと動作、何できるか。いうのは自分自身の腹打ちをしとく、まあ、その両面が大事いこと、ね。そうですね。あの、多分、自分も昔ソースコードを書いた時代もあり。あの、設計をした時代もありっていうのがこう積み重なっていく中で。 だん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 広がりを持っていくっていう話もあるので本質的にはそのまずこうまずやってみるとかでそれは何なんだろうっていうことをやっぱ肌感覚で持ってるっていうことが僕はすごく重要でそれは時代の流れとともにそのハンズオンする内容は変わっていくと思うんですけどもまあでももう上に行けば行くほどなんかそれって別に普遍的な話だよねっていうところは僕は変わらないのかなと、はい、思っていますなるほどありがとうございます。 じゃあ,あの最後の多分ご質問になると思うんですけどじゃそういったあのまあ人材であったりとかまあそういった方をですね、まあ創出であったりとか育成して当たって、前こそとここは頼むよとかもっとこういうことをやってくれよみたいなまあ決する期待した激励まあそういったものがある最後にぜひよろしくお願いいたします。<laughs> はいあのやはりまずなんていうかなあの我々のこうニーズをちゃんと組み取りながらあの。 ツールをこう進化させてほしいいなということとうこやっぱり我々どちらかというとこう利用部門利用会社なのでやっぱりこうそこら辺にしっかりこう何ていうかな使い方を丁寧に教えてくれるこう、まあ、伴走してくれるような、まあ、そういうサポートをまあ期待してますねで。それがやっぱり何ていうかなあの共にこう成長していくというかなとと共にこういろんな付加価値を生んでいく、まあ、そういうパートナーとしてあのやっていただければよいのかなというふうに思ってます。 はい、ありがとうございますあのぜひちゃんとニーズをしっかり理解させてもらいながらあと、あのもうソリューションだけ提供するのではなくて共に伴奏ですかね、まあ、一緒に歩んでいくような形で、まあ、我々も努力させてあの引き続きあのパートナーとしてやらせていただければというふうに思います。はいあの本当やっぱり25分ってあっという間ですねあの残念ながらあの <laughs> もう時間になってしまいますあの本当、豊福社長最後のセッションにあの素晴らしいメッセージをしていただきましてありがとうございます。改めて豊福社長に拍手ししたたいいいとと思まますあ,ありがとうございま はいえー、と皆様、えー、とありがとうございましたあとこれにてですね「Day1」のイベント全てセッションあの終了となります、えー、といかがでしたでしょうかあの1つでも2つでもですね何かあの感じるものがあったらなというふうに思いますで明日も「Day2」いて形でいろいろなさまざまなセッションを用意させてもらっておりますあのぜひですねお時間の許す限りご参加いただいてあの多くのものをですねぜひ持ち帰っていただければなというふうに思っております、えー、ということで「Day1、えー」こちらですべてのアジェンダ えと終了という形になります。えー、お忙しい中ですね、わざわざ会場に運んでいただいた方々、そしてオンラインで見ていただいているえっ、ー、と視聴者の方々、えー、本当に最後までお付き合いいただきまして、ね、本当ありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。